リッキーサーチーのレッツ深呼吸,深呼吸皆様、こんにちは。こんにちは。えーね、だいぶ夕日が綺麗なシーズンが来ましたね、沖縄もね。ね,ーねー。安心する。やっぱり6時過ぎても明るいっていうのがいいよね。あいいねうん。やっぱ、もう春がね。え、桜祭り、桜とか見たまだ見てないけど、じゃ満開っていうのは情報は SNS から。えー。うん まだ行ってないなああ、そっか。名古屋近辺は満開なのかなうんうんうん。で、南下していくあ<ー>うん。先週はね、あのー、えっと、これカレンダー合ってるか合ってるね。一応、こ、<の>こ今月よ。うん。うん、先週の土曜日10日に、うん、えぇ、ー、かかずたか台桜まつりっていうのがあって。うん咲いてんのうん、あのー、まだやっぱり、 うん、6分、7分咲きだったかな。うんうん、そのぐらいだけど、あの、ずっと前からね、あの、桜の木を食樹してて、はい、だいぶ古本数が増えてきてて、うん、で、ライトアップもしながらっていうことでやってまして、あ、いいね。で、今回は、うん、あの、ギノマ市商工会50周年記念と題して、ちょっとお祭りをやったんですよ。お で、まあ、ジョニーさんもあの、ライブでね。はいはい。<laughs> あの、ジョニーさんはどこでも歌えるからいいよいや、もう最高だったね。ね<ー>もう、みなんちゅうね、めちゃくちゃ盛り上がった。ずっと変わらない、ジョニーさん。<laughs> ジョニーさんはね、また、あのー、お笑いもうまいじゃん。そう、トークがさ、ね、普段のトークが面白いし、うん、だから、 ステージの上でも、そなんていうのステージ外でもなんか全部一緒だよね。<laughs> うん。じゃジョニーさんいて、で、まあ、リハとかちょっとやってね。うん。本番前だったんだけど。 もう子供たちに大人気。<laughs> そうなんだ。<laughs> いいはず。<laughs> ジョニー、<石>ジョニー、ジョニーって言ってからさ。<laughs> <laughs> いいね。よくてから。<laughs> <laughs> なんか、ひげ履いてるメガネかけた人ってやっぱ怖いとかじゃないんだね。<laughs> うん、ジョニーさんはやっぱ <laughs> いや。愛嬌がいいからだはずね。スーパースターだね。スーパースター。子供に好かれたらもう本物で、本物だ。<laughs> いや。もうだってさ、ジョニーさんはもう、 本当に子供から、おじおばまでみんな知ってるさ、うちなんちは。はい、もう、もう。あの。見ない日はないもん。コマーシャルでも必ず出てくるし。もしかしたら、あの、認知度からいればよ。うん。安室奈美よりも認知度高いかもしれない。おじおばあったらわからん人もいるさ。そうだね、そうだね。ちい子供とかも。うんうんうん。だけど、あれだけテレビ CM も出てるし、うんうん。 だから、あげあげ飯もね、すごい人気あったしさ。うん、あったね。今、コマーシャル何本やってんのかなわかるよね。もう10本以上あるよね、うん、ジョニーさんのね。もう、し、ね、釣りのことならジョニーさんだよね。<laughs> シーランドだし。めちゃくちゃだから CM も出まくってるからさ。うん、なんか人徳なのかなって思います、本当に。本当ね。うん、もう、あの人気はすごかったね。もう、例えればもう、あれだよ。 あの、熊本の熊門みたいな存在で、沖縄の <laughs> <か>。<laughs> じゃあ、ゆるキャラに入るの <laughs> <laughs> ゆるキャラっぽいっていうかね。<ー>いやー、もう、県産品歌手のね、ジョニーさんが盛り上げてくれて、ねうんうん、で、プラス、今あの、まあ、今月からね、うんえー、ギノマンで DNA ベイスターズがキャンプ張ってるじゃん。うんうん、はい。それで、ベイスターズの、えー、三浦監督も来てね。うん 三浦大介監督も来て、で、モスター選手も5人ぐらい来てね。で、あの、抽選、抽選会やったんだよ。はいはいはい。抽選で、あの、ユニホーム当たったり、サインボールとか。サイン入りユニホームとかね。あの、サインボールとかね。そういったのがあって、本当にもうなんか盛り上がってね。で、キッチンカーもいっぱい出て。 楽しいイベントだったね。県外からも続々とね、うん、ファンがいらっしゃってますよね。そうそうそう。うあの、県外から、その、ベイスターズの、あの、追っかけファンとかも参加して、うんうん、で、えー、司会がね、うん、ナオピンだったんだよ。ああ、はいはいはい、うん。で、ナオピンが、あの、チケット余ってるからって自分のチケット、あの、譲ろうとして、はい。で、 あの、県外から来られた方とかって言ってね。うんうん、で、はいとかって、その人に、あの、県を渡したら、うん、当たってさ、埼玉から来た人だったけど、それはすごい。すげえ喜んで帰ってきましたよ。うん、おいいね。えー、とてもね、あの、いい、あの、イベントでしたね。うん、はい。桜祭り。ということで、う,ね、うん。まあ えー、今日の番組はね、はいえー、こういうキャンプ情報とかも交えて、ちょっとシーズン、このシーズンならではのね、うん、お話も、ね、していきたいなと思います。はい、お付き合いください。ウヘムギナワンレッツ深呼吸この放送は、阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、陸上の小さな実、産後畑の提供でお送りいたします。 も違うんで今週楽しみだね17日あ宮里休暇ね天気もまあまあそうだしいや先週の火曜日も行ったよ自分友達内地から友達あそうなのうん別にその時話してないでしょしてないしてない行っ、うん、たの本人ももちろんもちろんち <laughs> 頑張って <laughs> あツイキャスはやってないんだ。ツイキャスやってますよ。あツイキャスやってんの映ってますよ、ね。うん。チカ,カメラで。うん、ああ、そうなんだね。そっか。ちょっと今ツイキャスちょっとしよう。<laughs> でもキャ,キャンプ早いなもうな13日でしょ今日1か月いるの2か月ぐらい1か月半ぐらいあの d n a ベイスターズとかはまるまる1か月いるけど、はい、あのジャイアンツとか他の広島とかはあさってぐらいから沖縄キャンプにする宮崎でキャンプして半分はまた沖縄でみたいなあ<ー>、うん、そんな感じだからさ おザ,ザッサってああコーヒありがとうございます初めて見よう,うんまてますあ,あいくつか持ってんだ、はい、あ,あと1個じゃないのえもうこれであ4つでいいんだ。 あのごごご、ご、ご、たまればいけるんで、今ご個溜まってると思います。あ,あ、そうなんだ。うん。キャンさんといえば、モンスター。<laughs> ねえ。美味しいの、これ。こ、うん、これ美味しいよ。あ、あそう。いいはや、ああはや、い。はい、あ、ピンク美味しいんだ。 ちょっとガバっぽい感じの。あね。だったら俺、トロピカルだったらいけるな。めっちゃ飲みやすい、です、ポンピンは普通のコンビニで売ってんのはい、売ってます。えあの、ユニオンとかで売ってないよね。ユニオンもあるんじゃないモンスター専用の販売機置いてれば。あンあー飲料水コーナー、セリオンインコーナーに大体置かれてた。サインとかもはい。え レッドブルとかいろいろ並んでることになったでしょあこれはいいんだこれはあのモンスターってベーシックが一番おいしくないんですよあの黒と緑もなんかよどうもこれが一番おいしくなくてちょっと薬っぽい感じがしてああそうそうそうでも他にバリエーションいっぱいあるんですけどあのおいしいんですよこれがおいしいこれはこれが好き結構好きあの水色のレモネード味とかもあるのであれねあれね 眠くなったらこういうの飲んで運転してた。やっぱエナジードリンクなの全体的に。もう飲み慣れたらエナジーもありねなん。ですけど僕は普段はモンスターを飲んでここぞっていう時にいつもあれですね。レッドブルー飲んで。あレッドブルーい。高いんだろうでもモンスターって。 レッドブルーの方が高いよね。そうですね。うん。エンチャービかけるんでマイクで。へえ。あら早早かったなシーム。シーム先に行っちゃった、ねうん。はいどうも列進呼吸をお届けしてます。はいね、まあキャンプは行きましたか見た。 まだ一応ね、来週行くんだ、あの名古屋の抹茶店に住んでるんで、私、ちょっと、名古屋のそうそう、ちょっとそれを拝見しようかなーって。ああ<ー>。うん、あのね、もう、あれなんだよ、最近のキャンプっていうのはさ、うん、もう、まあ大体2月1日にキャンプにするんだけど、うん、選手たちって結構、もう仕上がってキャンプにするわけ。あ、そうなんだ。うんだから 早い人だったら、うんえー、シーズン、まあ、10月ぐらいとか終わるじゃん。はい。そしたら11月とかぐらいから、うんうん、もう秋の自主トレみたいな感じで、うん、あの、実費で沖縄に来たりとか、うん、あったかいとこ行って、あの、 チームに関係なくね友達同士みたいな感じではい、はい、練習試合したりする,するやつ練習試合まで行くかねこんな人数じゃなくて、うん、56人とか78人とかね要は高校時代、うんえー、同じ学校だった仲間とかさ、うん、もうチームは違うんだけどねうん、うん、そういった人たちと、うん、あの日程合わせて沖縄にこうあのキャンプに来たり。 キャンプっていうかね、うん、あの、自主トレに来たりとかして、うん、体が慣らして、うん、で、ある程度、もう動ける状態になってキャンプにする人がもう多くてね、最近は。<ー>だから、仕上がりが早いから、うん、で、昨日、昨日か、うん、昨日、えー、ギノワンのね、はい、まあ今年からネーミングライツが、えー、ユニオンですからスタジアム。 で、そこ行ってきたんだけど、うん、めちゃくちゃ人がいっぱいで、あれと思ったら、うんうん、練習試合だったわけよ。うんうん、ベイスターズと中日ドラゴンズの練習試合。うんうん、で、だいたい2回3、3回表ぐらいからあの行ったんだけどさ。はいはい、で、5回終わるまでね、見てて。うん 3対2で、えー、ベイスターズが1点リードの時にもう帰ってきたんだけど、うん、やっぱりチャタンでドラゴンズがキャンプインしてるからはい、はい、チャタンからもこのドラゴンズの追っかけファンが来て、うん、でベイスターズのファンも来てどのぐらいかな 2, 2万人ぐらいたんじゃないかなあもう内野スタンズもいっぱい <laughs> もう外野もぎっしり<ー>スマホのところも<ー>もう<ー>かなりの 人でさ、盛り上がってたね。うんうん、で、売店とか、キッチンカーとか出てんじゃん。相当天気も良かったから、盛り上がってましたね<ー>、うん。まあ、そんなこんなでね、あさってぐらいからは、えー、広島東洋カープが沖縄市で、うんうん、で、ジャイアンツが那覇の,あのセルラースタジアムでね。うん キャンプインするので、うん、かなりもう,う、相当な球団がね、沖縄に集まって、うんうん、お互いがこの練習試合して、うんうん、で、えー、オープン戦がスタートするという流れになってますね。そっかそっか。だから、打ち上げ場もう、 2月末ぐらい。ああ、そっか、そっか。うん、打ち上げ。選手の皆さんも楽しいはずね、沖縄来て、もうちょっとあの、ね、旅行気分もちょっと味わいなんかね。そうそうそう。見浜、ちらほら歩いてますよ。うん。あ、この人は、そうだな。やっぱ、体格とかね、あれわかるんだよね。名前とかは、ポンって言えないけど、あこの人は中日の人だなーって。そうだってことは、じゃあ、広島カップ沖縄市昔はね、よくね、 ええと、沖縄市の中野町さん家に行けば、いろ <laughs> カープの選手に会えたりとかよ、<laughs> あ,あったわけよ。<laughs> <laughs> だからもう沖縄県内ね、<laughs> どこでももうあっちこっち。だから日山とか、<laughs> あの、名古屋でキャンプやってんだけど。あ、去年だった、おととしだった、あの、すごかったよね、あの、えー、新庄とか。新庄さんがさ、<laughs> 新庄フィーバーね。<laughs> そうそうそう,そうもうみんな触ってて <laughs> 新庄さん触って,て <laughs> で、新庄さんがまた <laughs> うん、うん、あのなんて言うのこのキャンプに、うん、取材に来る人たちに大盤振る舞いしてはい、はい、話題になったじゃん<笑><笑>なったなった <laughs> なりましたねお団地とかね、うん、バッとこうキッチンカーを、うん、あのー、なんて言うのもう完全に、えー、あれレンタルレンタルじゃないけどうんうん、うん あの、貸し切ってからさ、これを、もう全部、そこで、タダで食べさせてから。すごい、ね、なんとか現人ってあるじゃん。わ、うん、かるわかる、うん。あれ、あれ,ああれか、うん。みんな美味しい美味しいってからね。<laughs> あれで有名になって、うんうん、で、また、いろんなイベントとかにも、この、バーベキューのね、うんうん、あの、何現人かな <laughs>、ね、パナマ。パナマ現人か。うん、もう、だから人気だよ。 もういろんなところ。沖縄市居酒屋があるんだよね、その。あ、そうなんだ。うんうん。あ、はいはいはい。あの、一番街の裏のところ。そうそうそう、そこにある。あの屋根がないところの通りね。あ、そうなんだ。どんどん展開していってる。もう新庄フィーバーでもうお金さまで儲かってるはずよ。わおパナマ現地。<laughs> <laughs> このネーミングがちょっとね、怪しいけどね。<laughs> うんうん、確かに。いやいやいや。だからね、まあ、この、 うんとね、キャンプで、うん、選手がさ、うんうんあ、結構やっぱり、あったかくて、体作るだけが喜びじゃなくて、うん、もう一つ、めちゃくちゃこう、キャンプ、沖縄キャンプで、喜んでる理由があるわけよ。んだと思う,う海泳ぐいや沖縄文化 うん、違うな。違う。何か、食べ物、食事じゃなくて。違うな。何でしょうかね。言えば、ああと思うよ、みんな。えっと、選手の人たちが沖縄で楽しみにしていること楽しみっていうか、あ沖縄キャンプ最高だっていう、この、理由の一つ。練習の後のオリオンビール <laughs> それも、それもあるね。<laughs> 結構ね、練習って、 あの、午前中からもう午後で、一日キャンプの,のこの時間って4うん、うん、4, 5時間ぐらいなんだよ。あとは自由時間なわけよ。はあ、長、自由時間長。で、だから、ギノワンで言うと、はいうん、あの、ラグナガーデンホテルがベイスターズで泊まってるから、<coughs> はい、あの近くにでっかいパチンコ屋とかあるさ、うん、パチンコ屋にいっぱいいるんだよ、選手が。 それ好きなの <laughs> 彼が。あいやあ、これが、これが楽しみっていうわけじゃなくて、<laughs> あの、一番のこの喜びのあれば、うんうん、意外にね、うんうん、やっぱり日本人の、えー、半数近く、3分の1ぐらいが、花粉症って言われてんだけど、ああ、うん、そうそうそう、沖縄はスギ花粉ないじゃん。だから花粉症で悩んでる選手もいっぱいいるわけ。 あ、そうなんだね。その人たちとか、まあ、取材人とかみんなそうだよ。花粉症の人たちは沖縄来たら、花粉症がないから、花粉が飛ばないから。そうだよね。これでめっちゃだから。そうだよ、そうだよ。それで。体調の面とかね。林ンさんのチャタンのスタジオにさ、毎年かな、連続で私見たんだけど、スピッツの方々は、もう、こっちでよくレコーディングしてました。ええ。花粉症だったの花粉症。 結構、林イさん、誰にでも貸せるっていう人じゃないから、うん、なんか選べるし者のスピッツさんは、うん、でもいろんな有名人が来るんだよ。うん、来るんだけど、貸せないとか <laughs>、好き嫌いがあるんだって。<laughs> も,もうス,スピッツの方は本当にいい人でね。ああうん、今でもはっきり覚えてますね。なるほど。はい、いやーね、もう確かに、もう、 今年は、普段以上にこの、うん、えー、もう、だって内地、東京とか内地では、うん、えー、記録的なまた暖かさが。ああ、なんか今日暖かそうだった。ね三、ねうん、月、4月並みの、うん、あの、気温だって言ってたから寒暖差激しいよね。先週雪降って、うん、また暖かい、今日16度ぐらい東京あって、<laughs> うん、大変だなと思う。 これで、スギ花粉が相当飛ぶらしいよ。あ、そうなんだ。うん、だから、花粉症の人は、もうかなり、ひどい人になるとね、なんか、ゴーグルとかさ、はいはい、すごいらしいね。うんうん、見たことある。もうフルフェイスぐらいして。工事現場のね、うん、あれ、やってると。で、家に帰ってきたら、まず払って、みたいな、玄関外で払って、うん、大変だね。うん、大変。まあ、 すぐになるわけじゃないって言ってたけどさ、なんかあの、貯蓄、うん、して、最終的に花粉症になる人はなるって。だ,だから、やっぱり一番は鼻うがいとか、うん、やっぱりそういう時期にやった方がいいんでしょうね、きっとね。うんうん、薬局とかに売ってるやつがあるじゃないですか、鼻。鼻あ,<ー>あれはもう結構楽なんですよね。言うね。<laughs> うん、慣れたらいいっていうのね、あれね。うん、すっきりする。う あ、さっちもやってたんだ。うん、やってました。あ、まあ、音楽やってる人は、やってんのかな、うん、そうそう。鼻がね、やっぱりむずむずしいと、鼻が悪くなったら、もう発音も悪くなるし、歌声も、うん。キーの高さがちょっとずれたりとか、するから、うん、それが面倒くさくてね。うん。だから、やっぱ、鼻とか喉のケアは、人、人、人一倍、うん。やってたかな。なうん。 いやね、花粉症の大変さっていうのはわかんないけどね。うん。これはわかんないけど。まあ、うん、沖縄でも多少はあるって聞いたことがあるから、気をつけなきゃなって思ってはい,るいます。うん、<laughs> 多少あるみたい。あ、そうなんだ。うん。何か噴んかかんないけど、うん、沖縄もあるよって話は聞いたことがあります。うん。そう。なるほどね。<laughs> まあ。 え、沖縄でもね、あるらしいのでね、気をつけましょうね。で、また今、FM ゲノアは今ね、絶賛工事中だが、もう、もう、すごい、誇りがすごい。ねアスベストとか大丈夫かなこの建物絶対大丈夫、そう。体に悪いんですよね、あれね。ねえ。いろいろ。だから、まあ僕らも、今仕事でね、え、いろんな、 あの、電気自動車の充電器のあれで、うんえー、工事業者がこの中からね、いろいろ配線をはばしてくるときに、はい、アスベストの、あの、こういう資格っていうかね、うんうん、あれ持ってるかどうかとかも、あの、工事業者、ないといけないわけよ、うんで。そういったのとか、まあ大変だよね。うん、それに合わせてね。うん まあ、えー、吸ってしまったら大変ですもんね、大谷選手のキャンプ、すごいね、<laughs> すごい、今朝のね、ホームラン、うん、ビビったねもう,そうそ、話題になってましたもう、うん、だって今朝の,あのフリーバッティングっていうか、屋外でのバッティング、二十一二21本振って、うん えー、10本はホームランで。うん。すっごい打球飛んでてよ、わーっと。ええー。いや、かなり期待されるね。はあ、いやそれ,それはすごい。え、ゅんさん、お姉ちゃんって言ってるえ、サチのことこんにちんはこんにちばお姉ちゃんお姉ちゃんですよ。はい、で、連休何やってたサチは。10、10、12。 十十一十1は、うん、まあまあもう同級生のモアイだったり <laughs> もうそういうのばっかりでしたねずっとモアイ、はあ、飲み会飲み会うんもうなんか久しぶりに朝方5時とか、ねうんえー、5時に帰ってもう眠い眠いんですよねす,すごいねその時間まで飲めるまだ飲みましたね、はあ、いや飲みすぎたでもあの すごい記憶飛ばすぐらいは飲まないんですけれども、うん、なんかその、その場がたすごく楽しかったらもう時間が急に過ぎていくので、うん、あれってなって、あ、帰らなきゃってなったりしてね。<laughs> えー、こんな時間まで飲めないなこんな時間まで開ける店があるからね、もう少し早めてほしいね。い <laughs> や3時やったら絶対終わりみたいなのがあればいいんだけど、いや沖縄市も眠らない街だなと思って。 いや、空いてる店があってもね、もう最近、もう9時、10時で寝るからね。早っ。早い。で、起きるのが夜中の3時とかさ。ああ。3時、4時に起きてる。すごい、すごいな、これは。まだ暗いし、テレビも始まってないし。いや、ほんとだよ。3時、4時に起きてる、今。そうなんですか。いや、すごい。でもね、 なんちゅうかな、静かだし、うんうん、電話もかかってこないし、集中できるわけ。なんか調べ物とかさ。はいはいはい。いろんなものに。で、5時からはもうクラブハウス始まるから。うん、あーはー <laughs> これはもう日課のやつですね。<laughs> そうそう。そりゃすごいな。そんなんでね。<laughs> うんなんか、そうだ朝、3時に起きたら、ないな、ほぼないな。<laughs> まあなんか、朝一の、 海に行くぞって、池島の朝一サーフィンっていう時は、3時に起きたりするときもあるんですけど、うんうん、暗いからね。<laughs> いや<ー>、うん、それぐらいかな、すごいですね。集中、集中。いや、もう、なんちいうの、9時、10時に寝るとさ、うんうん、それが日課になるから、うん、もう眠たくなるんだよ、<ー>この時間になると。 そうなんですか。リーブしてく、あれと思って、うん、眠たいなと思ったら時計見たら、え、また9時かと思いながら、だけど、うんもうね、寝ちゃえ<ー>、みたいな。十に寝ちゃえ、みたいな。健康的ではありますね、だいぶ。そう,う。それはいい。だから、深酒も、深咲もしないしね、うん、早く寝るから。そうなんだね。<う>私もなんか、ちょっと、家にいて、飲みに行かなくても、家にいて、最近夜更かしししちゃうのがね、 韓,韓国ドラマを見ちゃってですね。あれはね、時間泥棒です。いや、俺も、あの、ハマってる時は大変だった。<お>イテウォンクラスとかさ。ああ、あの、面白いよね、あれね。も<う>イテウォンとかさ、もうなんか18話ぐらいやれば終わるさ。まあ、一気見したらちょっと寝不足になるけど、うん、それ、なんか40話とか51話まである、なんか、あ,<ー>あるわけ。またそれが復讐系だわけよ。<laughs> 復讐系がよまた2点3点してスカッとしたと思ったらイライラさせられて、また、あースカッとしたーみたいな、もういつもで続くの、このドラマっていうのがあるんですよね。<laughs> だけど私、韓国語全然頭に入ってこない。韓国語の勉強になる,なるのかなーって一応か、ね、思ってはいるけど、日本語と似て、似てますよね、韓国語ね。時々、なんか、これ絶対日本語の名前だよねっていうのが、やっぱいくつか出てくるので。<ー> 家族のことは家常、なんかもう似てますよね。えーえー、だからなのかも。頭に言葉として浮きれない。あアミハスよとかカムサムニザー、うんえー、マシソよとかね。イゴオルマイよとかね。そう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 。<laughs> これいくらあかとか、ね。うん <laughs> そうそうそう。そう確かに。これにイゴっていうのはわかるしね。うん まあそういうのとか、ちょこっとした単語だね。うん。えー、勉強何度かし、もうとっても簡単で覚えるのっていき言われてるけど、全然覚えきれないし、あの言葉がね、また記号にしか見えないから、言葉として認識ができないというか、<laughs> 文字として。あ,あ,あれ覚えたら楽だしね。あのあ ね、あの、なんか、方程式っていうかさ、うん、あの、ハングル文字っていうのは、うん、ひらがな、日本のひらがなみたいな感じで、うんうん、そう聞いたんですけど、覚えたらもう、あ、あ、こんな風になってこうだな、みたいな、いくつかのこの組み合わせみたいなもんだから、うん、割と覚えやすいっては言ってたけどね。うーん。そりゃそう、私はもうどっちかというと中国語 台湾の中国語がと得意っていうか覚えやすいっていうか。中国語は難しいけどな、うん、この間模擬試験やってみたんですよ。うん、そしたら結構あのいい、いい線、いいレベルまで行ってて、うん、3月試験受けたらどうですかって言われたんですけど、うんうん、3月は沖縄にいないから受けられないって言って、<laughs> 5月に受けてみようかなと思って。 結構もう生活レベル。ああで普通のあの学生さんのレベルで言うと200時間勉強しないとこのレベル取れないのが、私はその半分で取れるら、取れてるらしくて。へ、えー、なんか、あ、自分ってできるんだって思ってちょっとね、ちょっとテストって、あんまり興味ないから受けてこなかったんですけど、あ,あ、受け、受けてみようかな。中国語ってめっちゃ難しいけどな。もうでも面白いですよ、やっぱりに、ね、あの、漢字で、私たちはやっぱ学校でね、漢字で、 いろいろ勉強してきたから、中国語は全部漢字、うん、似てるんですよね。ただは、発音、言葉とかを覚えてしまえば、うん、あとは楽勝なのかなって思います。お、俺、英語は絶賛勉強中だけど。あ、ディオリンゴ。うん、<laughs> ディオリンゴ。<laughs> ディオリンゴ。これね、面白いんだよ、だから。うん。せかすところが。はい,はいはいはい。連続、連続193日目。おー、すごいすごい。<laughs> ごい継続は力ない、すごい。 すごいわ。うん、何日継続できるかなと思ってさ。うん。まあ、とりあえず、頑張ってみます、うん。アメリカ人との会話の中で、うん、なんか、勉強では習わないけど、なんていう外人の独特な表現の仕方とかの、あれの意味がいまいちわからんかったりとかして、うん、そ,うそれはなんか TikTok で勉強したりとかしますね。WhatsApp、うんね、みたいな感じな。そうそう、そんな感じとか、ジェスチャーとか。うんうん 損失しちゃどういう意味だみたいな。うん。うん、でも。<laughs> あるね。うん、あるある,ある。うん、まあでも、あの、中国人とかさ、はい、韓国人とかが、うん、まあ、あの、それ以外の外国の人もそうだけど、うん、日本、あの、言うわ、何しに日本へとかで、うん、え日本に、憧れてた日本に初めて来ましたっていうインタビューでね。うんうん。で、 日本語割とペラペラで話してるわけさ。え、初めてなのに、なんでこんな話せるのっ,て言ったら、うん、独学が多くて。あと、アニメから習ったりとかもね。そうそうそうアニメとかね。あ,<ー>あの、日本の、なんちゅうかな、ドラマな、映画とか見て、そうそうあの、言葉を覚えたっていう人が多いじゃない。はい。だから、僕らも、うん、だから、その韓国映画めちゃくちゃ好きな人とか、うんうん、えー、そういう、 まあアメリカの映画とかね。うんうん、ずっとこう、字幕に頼らずっていうか、こう、見て聞いてたら、覚えるのかなーっていう感じするけど。うんうんうん、ああ、もうまあでも、うん。覚えると思います。もう耳が慣れてしまって、うんうん、そう,うかもしれない。あの、うちの、ね、 あれがありましたよ。速読とか。あ、速読じゃスピードラーニングだ。<ー>一時期流行ったスピードラーニング。<ー>うちの中でこれがずっと流れてて、車のドライブ行く時もずっとスピードラーニングが流れてて、<ー>これで何の理解ができるの <laughs> ってじゃあ普通の音と、今度は普通,のス普通のスピードで聞いてごらんと、聞けたりとかするんですよ。ええー <laughs>。やっぱり、ヒアリングはあれか。耳っぱ耳がすごく大事らしいですね。なるほどね。うん もう、まあ私は小座,小座育ちなので、うん、やっぱり小座で外国人と接し、おしゃべりすることがあるじゃないですか。うん、やっぱり、だいたい何言ってるかわかるので、うん、これが当たり前だと思って生活してたんですけど、うん、本土の方が来た時に、な,なん、て言ったの全く意味がわからない。<laughs> え全くわからないのとか、大丈夫よ。あの、学校で習った英語適当に喋ったら通じるよ。<laughs> <laughs> って言って。 <laughs> いやでもね本当に喋れるようになったら、うん、もっとこう旅行が楽しいんだろうなとはね思ったりしますよね、うんうんうん、友達も増えますしねいやあの何ていうかなこの学生の頃っていうのは、うん、あまり勉強とかって嫌いだったけど、うん、この年になったら、うん、いろんな勉強したいんだよね はい,はい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 。はい工学もそうだけど、うんうん、別の、あの、なんか経済的なこととか、うん、心理学的なこととか、うん、いろんな雑学。雑学。雑学ね、うん。確かに。あの勉強したくなるよね。うん、うなる。なんか知らないのがもうストレスになったりとかするから、うん、はい。なんかいろいろ調べてましたね、私も。 <laughs> 歴史も物の,のドラマとかもあるじゃん。あります。あの、徳川家康とか、いろいろね。ああいうのも全く知らんかったから。ああ<ー>、うん。そういうドラマとかね。はいはい、ああいうので。うんうん、ああ。って、これまで知らなかったことが、ちょっとね、少しずつ理解できるようになったらさ、うんうん、いいなと思って。勉強がてら見てますけどね。はい。皆さんも、どんどん、 いろんな、まあ、あの、語学だけじゃなくてもね、うんえー、いろんなことを勉強して、うん、何かにこう、たけたものがあったらね、はいな。なんか、自己肯定感っていうか、自信にもつくしね。うん、うんうんそういうのを勉強しましょう。ね。てていということで、いったん CM 入ります。はい、あ、タミさん。あ <laughs> <laughs>、あ <laughs>、<laughs> あの、そうだね。いろいろね。あのー、あ,<ー>あー、こんばんは。沖縄も一応、砂糖きび花粉ほーん。え木馬王花粉。あ、木馬王花粉。ああ、なんかこれは聞いたことあるな。砂糖きび花粉っていうのもあるんだ。ねえ。はい。ああ、でもね、あのー、まあ、 う中国人はうるさいとかってよく言うじゃない,い,い喧嘩してても大声でさ。そうそうそう、うるさい。あの品がないとかって。うんうん、まあ、あのー、いろんな人が言うからやっぱそうだろうなって思うんだけど、今回ね、あのー、知ってる、うん、今て、あの、YouTube とかネットで話題になってるのが、うんうん、中国にあの、メッシュが行かないっていうことになって、 あのメッシが行かないってなって、うんうん、メッシのユニホームとかさ、うん、あれをもうはさみで切ったりとか中国側がうん、それがネットでいっぱい出てるわけはさみで切ったりなんか燃やしたりんつけたり投げたりとかって、うん、考えないよいかだからねこんなまでしなくいちいちこんなことまでしなくていいのにまあでもメッシさんメッシさんはなんで行かないの 苦手だから。いや、わかんないけど、うん、どういう理由かわからんけど、別に、あの、中国の悪口言っていかないっていう感じじゃないと思うんだけど、うん、この、ファンの心理としてさ、うん、ここまでやるかなと思ってさ、ね、日本人が考えられんよね。考え、ね、<laughs> もう、裏返し、愛情と裏返したからそうっちゃう、そうなっちゃうのかな。うんま、日本人はどっちかといえばモラルとか人目を気にするから、うんうん やりたくてもやらないのかなとか、いろんなことを考えられるけど、中国はそういう文化なんじゃないですか <laughs>、ね、あの声が大きいって。で、自分が実際に中国ではい、ライブをしますって言った時に、うん、この日常でなんか何か物を伝えるときに、普通の音,音量で伝えても埋もれるから、うん、私もわーっと聞く、喋って、 しまうときはあるんですよ。海外行ったときに、うん。アメリカ行ったらアメリカで、なんかまたあの、ごめんなさい行ったら負けたからごめんなさいはしない。ああ<ー>。すいません。今のうちお写真いいですかはい。あ、はい。ありがとうございます。よいしょ。こうか、こうか。ちょっとこれで撮るの難しいです。はい。はいは。いってきます。はい。チーズ。

あれ、でもシャッター落ちてないんですかなん <laughs> でうだろうぶっ壊れたブルあチュースかうまくいってないのこっちでシャッター切りましょううん行いきますはい、チーズ今度はおきましょうありがとうございますあっ、発曲終わってんだよはい <coughs> CM 入ってんの何もえそそっか今年ウルドシーか。 二十九日まであるんだよね。二月。する年の日がオリンピックなんだね。三うん。なんか連休も多いような気がするよな。うん。また二十三から三連休でしょ。はい、ではす。はい、いはいどうも、レッツ深呼吸をお届けしてます。はい、はい、はい。こんばんは。はい。あのね、うん、僕の連休はね、うん あの、実は、あの、まあ、やること、いくつかあったんだけど、うん、あるものにはまってしまって、うん、す、もう、結構の時間、このじ、これに取られてしまったんだよね。あるものにはまって。なんか、物でも作ってるんですか,、ね、かうパズルて。パズル何かっていうと、<laughs> うん、先週の、えー、っと、八九十、んえ八九十十一かなうん。 あ、違うな。7日からかな。あの、東京フォーデイズ、東京ドームの。あ、テイラースイットそう。あなんか、あちこちでライブ上がってましたね。そう。あれをさ、あれが TikTok とか YouTube にいっぱい上がってるから、ずーっと見てたわけ、俺。うんうんうん。あ、そうなのうん。いや、あげる人たくさんいるから、で、こう見てたら、うん。 なんか上がってくるじゃん、お気に入りっていうか。<う>この人はこれ見るんだなって言って。バンバン来るわけや。や、うん、テーラーする人が。うんうん、で、ずーっと見てて、ね、うん、やっぱ聞いた覚えのある曲とかもいっぱいあるじゃん。有名な曲いっぱい歌ってる、うん。だけど、この映像として見るのは、あの、あんまりなかったからさ、曲は聴いてたけど、耳馴染みあったけどさ、うん、こう映像、この動画でね、うん このライブ見てて、うん、あの、東京なんとかって、あのドームで盛り上がってるわけよ。うん、すごいステージの、うんうん、あのね、パフォーマンスとかさ、ね、いろいろでやってて、これに魅了されて。<laughs> ああ、そうなんだね。結構俺、何十、十時間以上見てるな。ええー、<laughs> すごいね。ずっと。コンサート行った方がよかったんじゃないですか <laughs> いや、そんなにファンではなかったんだけど、うん この3日間、4日間で、3日間で、ずっと見てたからもう、<ー>もうメロメロになっちゃった。エラーベトに。<laughs> なんてこう、キュートで、うん、セクシーでキュートで、うん、いやー、なーんかいいなーと思ってね。<laughs> 性格も良さそうだし、うんうん、で、超セレブではあるけど、うん、なんかこう、なんちゅうかな、 あの謙虚っていうかそんな本当にあのファンを大切にしてるような感じがもう,うわーってにじみ出てるしね、うん、でギターもうまいしピアノもうまいしさ<ー><ー>ピアノが弾けるのかいいねー <laughs> 踊りも最高なパフォーマンスでやばいと思ってずっとはまってた俺うん <laughs> いやよく「あおあ日本ピテンダーおと思ってそうそうん 最近のライブって、なんていう大画面が、映像がすごいさ。うん、だから、技術さんとか、そういう舞台監督さんとか、うん、結構楽かなっていう見方もしちゃうんですよ、私。<ー>あ、ライブやってる人たちは、この3曲目では、こういうセットをしなきゃいけないとか、多分ね、コンサート見てる側は3曲目でこれ出しなさい。4曲目であーだよっていうのがあるんだけど、<ー>もうもう画面一つで、なんか、このコンピューター一つで、うん 作業ができるし、あと、まあ、花火みたいな、ファーっていうのをね、そうそう簡単にできるからあ、あの東京ドームをさ、うん、4日間もね、うんうん、即完売でいっぱいにするんだよ。うんうん、すごくないすごいですねー。<laughs> 超、超セレブで、あ,<ー>あ、一郎さん、あの、言ってないけどね、あの、ネットで見てたっていう。